はい、こんにちは。ペン字満載の苦手さよならペン字のうんぬんかんぬんをやっていきたいと思います。今日は名前でもよく使われます斉藤の斉ですね、2種類あります。中学生の常用漢字ですね。まず違いを言いたいと思います。左側見ていただくと細いの分かりますかね。下が上はまあ一緒なんですけど、いいですか。こちらは月をイメージして書いてます。なので細く、こちらは中に示すという字が入っているのでちょっと広めですね。はい。でまあこれは好みですけど、一番最初一画目一度押さえてまっすぐでもいいですし、ギューッと右側に押さえて左にピッと跳ねても、これは好みでどちらでもいいです。はい、それでは説明をしていきますね。今一画目は説明をしましたので2画目、次の横棒はふっくら右上がりなんですけど、隅から隅まで書かないでくださいね。6分目ぐらいですかね、控えめにふっくら右上がりで、ここ文という字、文という字をこれ足長く書いてくださいね。これがまずかっこよくなる元ですね。で最初に説明したそのかっこいいこの足の足というか屋根の下にこう細く月をイメージして書いてください。で左側が足が短いですかね。でここもふっくら右上がりで、今これ書き順無視で書いてあるんですけど、通常は、これ書いたら次横棒なんですね。で最後にここで、こちらも同様一度押さえてこれ書いたら示すを書いてからこっちなんですけど、僕の場合はそれだとちょっと右にどんどんずれてたりバランスが悪くなったりするので、まずこちらを書いてこちらを書いてから中を埋める。こっちも、まあ、これも好みでいいですよ。僕の場合はこっちを両サイドバランスいいところ書いてから中を書きます。好みで使い分けてください。でここの月のこの横棒なんですけど、比べてもらうと分かるんですけど、ここの付けどころにこちらはすごく近いんですね。なのでだいぶ上からスタートしてください。示すは月はまあ、バランスよくこういうふうに同じここ同じここここと、ここ揃えてくださいって普段なら言うんですけど、ここ尖ってるので幅同じにしてくださいっていうのはちょっと難しいですけど、それなりのところでバランスよく月のイメージで書いてください。でこちらも僕の場合は先に両サイドを埋めてから中示すを書くんですけど、示すはできるだけ上の方に書いてくださいね。でまあこちら左と同様、左の方が足が短い、右の方が足が長い。でこの跳ねる方向も次の横棒に向かって、これも横棒に向かって跳ねております。でこちらのサイの場合はここの隙間開けてもらうと大人っぽくなります。でこの示すは、細くスリムに書いてもらって多少ぶつかっても大丈夫です。問題ないと思います。いいですかね。はい。でこれもあんまり下まで書かないように、足が多少こちらの両サイドの方が長くなるように書いてくださいね。スリムに書くんですけど、いいですかね。はい。でこちら書いてあるんですけど、見てもらうと分かりますよね。両サイドのこの幅の違い、上はまあ一緒でいいと思います。はい。ここの空間を開けることですかね。ここ下まで書かないように。はい。それではもう一度書いてみます。一度押さえてまっすぐふっくら右上がり、シャッシャッと月をイメージして細く、ちょっとスリムにだいぶスリムに書きました。ちょっと押さえて、はい、ここちょっと見てください。これ失敗してるんですけど、これ突き抜けないでくださいね。絶対飛び出ないようにしてください。ふっくら右上がり、ちょっと押さえて足長く、足長く
僕の場合は書き順を無視して先にここを書いちゃいます。で中をできるだけ上に詰めて、書いちゃいます。それでは真似して書いてみてください。チャンネル登録もお願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。